からすっごいと思ってたけど、こんな作りになってたんだ。へえ、自慢の一品なのよ。ねえねえ、ここの機能はどうなってるの？そこはパワーを増幅して。説明しにくいからやってみせるわね。いくわよ。すごい、すごい。ふふん、まあこんなもんね。これって地面に対して使えば振動波が出せるんじゃない？ナイス！早速やってみるわよ。いくわよ。これなら周りの敵も一撃だね。うん、これ採用ね。仲がいいのね、二人。どうしてここへ？私はたまたまだけど、ディアスと二人でいるなんて珍しいね。まあ、僕たちもたまたまだけど。なあ、ディアス。二人の間に微妙な空気が。
スがカフェにいるって珍しいね。そうだな。そういえばディアスって意外と甘いものも好きだったわよね。そうそう、僕も意外だなって思ったんだ。ディアスってばチョコレートパフェを注文するんだからさ。ふん、悪いか。お前こそブルーベリーパフェを注文していただろ。甘さ控えめだろ。なんだかんだで2人とも仲良さそうで安心したわ。じゃあ私はそろそろ行くね。行きましょう。
シェリーヌさん。ごめんなさい、レナ。ちょっと今は手が離せませんの。お姉さん、オラの女王様になってくれ。お姉様、なんなの一体。とにかくセリーヌさんを追いかけましょう。静かにしてくださらない？気づかれでもしたらどうするのよ。すいません。まあ、分かってくださればよろしいのよ。でも、一体何があったんですか？セリーヌさん？ああ、多分薬のせいだと思うわ。え？薬？ええ、私が作成したオリジナルの薬をついさっき試したんですの。そしたら、見ての通りに。もう、一体どんな薬を作っていたんですか？まあ、言うなれば、体にかけるだけで、その人の持つ人間的魅力を数倍に高める薬よ。もしかして、その薬って…そう、媚薬とも言うわね。でも、ちょこっとばかり強力すぎたみたいね。ちょこっとばかり強力すぎたみたいじゃないでしょう。この騒ぎ一体どうするつもりなんですか。そんなこと言われても、今下手に出て行ったらどうなることか。って、ねえ、レナ？ねえ、レナちゃん？セリーヌお姉様、私、前からお姉様のことが。冗談でしょ。お姉様、大好き。あれ、僕は一体。私何やってたんだろう。あれ？私。どうやら薬の効き目が切れたようですわね。え？薬？寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。安くてええもん取り揃えてまんね。どれどれ。お、姉ちゃん、これなんてどうや。最新の万能包丁です。ダメね。はあ、
万能っていうより無能って感じ。なんやて悪い、わしの商品にケチつける気か。あのレナ。なんや姉ちゃん、姉ちゃんもわてに文句あるんか。いや文句はないんですけど、この包丁ってアイアン製ですよね。アイアン製の包丁はちょっと。じゃかし、文句あるんやったらいてまうぞ。して助けてくれなくてもよかったのに。だってウェルチったら一人であんな怖い人に喧嘩ふっかけてるんだもの。まあ助けてくれたのは感謝してるわ、ありがとう。行きます場所。
んだ。当たれ。ザザンクロス。くらえ。バーストダッグ。クロードはレベルが上がった。やったぞ。何かひらめいたんですか。これなら勝てそうだな。なんとかなるさ。バーストナックル。これで優勢一射。これでどうだ。失敗すぎ。優勢一射。これなら勝てそう。バーストナックル。ご覧に入れましょう。カノイの剣。優勢勝。
これなら勝てそうだな。バーストラックル、犠牲症、これでどうだ。バーストラックル、うずき、犠牲症、これなら勝てご覧に入れましょう。カムイの剣、なんとかなるぞ。なんとかなるさ。失敗の時、バーストライクル、犠牲症、犠牲症、これなら勝てそうだな。くらえ、バーストライクル、犠牲者、くらえ、これなら勝った。ご覧に入れましょう。カムイの剣、疾風突き、バーストラックル、これなら勝てそうだ。
なんとかなるさ。はっはっ、てや無制症七星大判断。なんとかなるさ。やった！うずき！たった！アタック無制御！うわっ！はっは！これで！うわっ！たった！くらえ！無制御！なんだ、こいつらか。たった！くらえ！無制症！うずき！た！無制症！なんだ、こいつらか。た！ひまさん、ドラに入れましょう。カムイの剣！た！うわ、モノホシ！やった！なんだ、こいつらか。はぁ、たぁ、あぁ、たぁ、くらえ。はっはっは、無制症。はっはっ、無制症。これなら勝てそうだな。たぁ、はっち、あぁ、しっぷるすき。いや、はぁ、はっ、あぁ、これなら勝てそうだな。やった！バーストラックル！
なんとかなるさ。これで疾風突き。やっ、くらえ、二聖章くらえ。やっ、やっ、七神無法だ。なんとかなるさ。なんだこいつらか。ユマちゃんご覧に入れましょう。バーストライク。なんとかなるさ。やっ、なんとかなるさ。やった、これで。たたくらえ、たたくらえ、無聖章。これなら勝てた。これで無聖章。たた無聖章。なんとかなるさ。たたこれでどうだ。はっ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 。
これなら勝てそうだな。やった無戦勝やった当たれ無戦勝なんだこいつらか無戦勝セリュなんだこいつらか無戦勝これなら勝てそうだな。ユマちゃんご覧に入れましょう。カムイの剣シフズキやっぱこれで運転しろ80点ってとこだな。これなら勝てそうだな。なんだこいつ。なんとかなるさ。油断するなよ。シフズキクロスウェイブクロスウェイブヤンクロスウェイブご覧に入れましょう。無戦勝ペアカムイの剣タタクロスウェイブクロスウェイブヤン来いよクロスウェイブ僕らの勝ちだな。クロードはレベルが上がったなんてね。
やあ、レナ、君って星占いは詳しい方？ええ、割とね。そっか、そりゃよかった。どうしたの？占いに興味があるの？こいつらと一体化してるだろ？だからさ、結局僕の誕生日は一体いつなのかなって。ギョロとウルルンは自分の誕生日を知らないって言うんだよ。自身の誕生日でいいのよ。そうかな。そうよ、だってアシュトンはアシュトンじゃない。ギョロとウルルンの誕生日は関係ないと思うわ。そうだね、うん、そうだ。なんで今まで気づかなかったのかな。ありがとう、レナ。いいえ、どういたしまして。あら、失礼ですけど、どちら様ですか？ここってノエルさんの家ですよね？ええ、そうですけど、あなたは？私はレナと言います。ノエルさんに会いに来たんですけど。もしかして、あなたがあのレナさんなんですか？ええ、多分。あ、どうもすみません。私の名前はケルメと言います。ノエル先生とは私が学生の頃からの古い付き合いなんですよ。ちょっと待っててくださいね。今先生をお呼びしますから。
ノエル先生、お客様がいらっしゃいましたよ。どうぞ上がってください。それじゃお邪魔します。やあ、レナさん。すみません、突然お邪魔してしまって。いえ、いいんですよ。お茶でも出しますから、ゆっくりしていってください。ケルメさん？ケルメさん、どうかしたんですか？はい。何ですか、ノエル先生。すみませんけど、お茶を入れてもらえませんかね。はい、お茶ですね。わかりました。なんか視線を感じるわね。ノエルさん、今の人はどなたなんですか？ああ、ケルメさんのことですか？昔、僕の教え子だった子ですよ。僕が大学を辞めて、研究のためにあちこち旅行に行くようになってから、今みたいに時々やってきては、家のことをいろいろとしてくれてるんですよ。へえ、そうなんですか。あの子のおかげで、ずいぶんと助かってますよ。でも、世話を焼いてもらっていながらなんですけど、そろそろあの子も身を固めることを考えた方がいいと思うんですけどね。以前そのことについて聞いたら、笑ってごまかされてしまいましたよ。ノエルさん、本当にそんなことを聞いたんですか？え？もちろんですけど、なんでですか？いえ、別に。そうだ、レナさん、ケルメさんに誰かいい人を紹介してくれませんかね。ノエルさん、それって本気で言ってるんですか？え？もちろん本気ですけど、何か？いえ、何でもないです。
エクスペルに来てからなんだか学者の知り合いが増えたような気がするよ。私もいろいろな人とも知り合いになれたわ。なんだか先生と生徒って感じよね。僕は動物学の専門ですから、動物と仲良くなりたいときはどうぞ。なんだか本当に先生みたいだ。この調子だとみんなで学校が作れるんじゃないのか？本当ね。ノエルさんは先生っていうよりも飼育員って感じよね。ねえねえレナ、私はプリシスは図工の先生かな。科学の先生がいい。ギョロとウルルンは警備員だよね。ギャフフ。ギャフ。僕は用務員のお兄さんかな。ギャフフ。ギャギャホ。では私は何ですの？やはりクラスのマドンナかしら。セリーヌさんは、あ、生活指導の先生なんてどうだ？廊下を走っている生徒を捕まえて説教してそうだし。ファイヤーバルト！ディアスは剣術ができるし運動神経も抜群だから体育の先生。俺が体育教師。はいはい、私は先生っていうより生徒会長よね。あ、わかるな、それ裏で理事長とか仕切ってるやつ。なるほど、生徒、いや、学校のトップ。生徒は僕とレナ。トライア学園の開校ね。
やれやれ。